1987. It's been 1 year since I first went inside that house. I have to finish what I started. What I am about to do has not been approved by the Vatican. へい、ガイズ、動画投稿者かね、聖職者として活動しているスロスタと。レイジウェロソデフ。今回はカイガイのレイトロフホラ、ゲーム。フェイフォーピオをリイシテキマス。あらすじは1986年9月21日、二人の聖職者は悪魔的な事件を調査するため、マーティン家を訪れました。二人は、お祓いをしましたが、主人公ジョンは悪魔に、取り憑かれ、ながらも答えを探し、元凶となる屋敷へ車を、走らせているらしいです。多分。わわわわの中の人をエゴに、くわしくないため。翻訳サイトをカートゥイオシネガラの、ピオオリイデフ。ごやくがる、たらもしわけございません。よろしければコメントランデシテキシテキタデカラバ、サイワリデフ。さて、ゲームを始めて、その屋敷とやらへ向かうぞ。なんか今バケモノいなかった？くねくねかテケテケでしょ。つまりバケモノじゃねえか。帰れ。なおたテグのせいしょくしゃ NAR のに、テッギをよすぎるよ。Faith day war are yasi tokoro ni, jujigar wo. Cars are set ba memo ga teg ni hai li mas. メモから得た情報で翻訳していくんだね。プレイ中は翻訳サイト使わないから無理だと思うんですけど。レイノヤサキエトチャク。簡単にいるわけないか。仕方ない。鍵を探すか。
いかにもあやしげ NAR こやを発見。そしてこれが例の小屋か。入ると。これ鍵取ったら出てくるパターンやん。はい、4人。なんで道を教えた後にライフルなんか取りに行ったんでしょう。もうすぐしてハイキングに来た人たちを。まあ県警は一体何なんだ。中肉性はっかだな。キツネらしい生贄まで添えて。ところでゲームを始めるまえから気になってるんだが、聞いてもいいか？なんだ？なんで英語できないのに海外のゲームやってるの？わかってないなワロス。たとえ言葉がわからなくても、ゲームはどうにかなる。17年間のキャリアを持つ、私がいるから間違いない。言わわてみればゲーム、テグネガレをさつればクリアできるよNAR キが。おまけに英語字幕のゲームはプレイした後に翻訳したら、このシーンはこういうことだったのかと気づいてさらに面白い。だから今回の実況動画かなり気に入ってるんだ。なるほど。英語がわからないからこそ楽しめる実況か。ありかもしれないね。その代わり翻訳がクソめんどくさいけどな。まあ慣れれば翻訳も楽しいよ。これはまだ調べてないな。取りに行った瞬間やつが来そうで怖い。キーカリケイ。うわぁ、鹿が殺された。オハラウンディ。あの白いのどうにかしなきゃ。けど今はオハラウのデイセイパイディ。マツワマテギンケエムカロ。それから森をさまよって数秒後。白いのがなんか落としたぞ。メモの内容からして、シャーリーバケモノの。NAR マエワマキラデイビス、パピネ。そうだとしてもどうやったら、あんな姿に変身してしまうんだ。カリマデヒロ、タメモからして。アクマテキ NAR ディスキガカムケシテクソナンデヨ NAR。つまり体を悪魔に乗っ取られたと、一体誰が何のためにそんなことを。
森で拾えるメモもすべて回収したことだし、いよいよマーティンの屋敷へ向かうぞ。まだわからないことだらけだが、屋敷へ行けばわかるのか NAR?